2019年南アフリカ共和国でスキューバダイビングをしていた水中専門のカメラマンであるレイナー・シンプさんはお金では買えない貴重な体験をすることになりました。なんと15トンもあるクジラに食べられそうになったのです。シンプさんを食べようとしたクジラは巨大な口を持つニタリクジラです。ニタリクジラは魚の群れがいると大きな口を広げて一度に飲み込むという方法で食事をしますが、この時誤ってシンプさんまで一緒に飲み込んでしまったのです。本当にヒヤッとする瞬間です。幸いクジラはいつも食べている獲物ではないことに気づいたのか、シンプさんをすぐに吐き出したといいます。それでこのように生還してインタビューもできたんですね。そしてこの緊迫した現場は友達がカメラに収めてくれていたおかげで、私たちもこの写真を使って YouTube にぴったりなコンテンツを作れたというわけなのです。もしこのクジラが神父さんをごくりと飲み込んでいたらどうなっていたでしょうか。ピノキオのゼペット爺さんのようにクジラの大きな胃の中で生き延びることができたでしょうか。まずこのクジラのようなヒゲクジラ類が人を飲み込んだと仮定してみましょう。ヒゲクジラ類には歯がないので、人を食べようとすると蛇のように丸飲みしなければいけません。当然私たちより数千倍も大きいクジラにとって人を飲み込むことは造作もないことですが、物理的に大きな問題があります。それは数百人もの人が入れる大きな口と違い、喉が非常に小さいのです。地球上で最も大きい生き物であるシロナガスクジラの喉でもせいぜい10センチから20センチで、私の小さな頭でも飲み込めないほどだと言います。そのせいかヒゲクジラ類は大きな体に反して小さなオキアミやプランクトンを食べるため、うっかり人を飲み込まない限り人を食べることはないのだとか。だったら歯を持つハクジラ類は人を飲み込むことができるのでしょうか。1891年、実際にマッコウクジラに食べられたにもかかわらず脱出したというジェームズ・バートリーの話がイギリスやアメリカ全域に広まったことがありました。それによると捕鯨船で船員として働いていたジェームズはマッコウクジラを狩りに出かけたところ、船が難破しマッコウクジラに食べられ、16時間もの間クジラの胃に閉じ込められたというのです。その後仲間に助けられクジラの体の外へ出てくることができたのですが、救出されたジェームズは全身の皮膚が真っ白に漂白されており、残念なことに視力まで失ってしまったといいます。しかし命には別状がなく、その後この出来事は何十年間も世間で語り継がれることになりました。しかしこの話は事実なのでしょうか。そこで130年前に起きたこの事故を科学的にチェックしてみましょう。まずジェームズのようにマッコウクジラに飲み込まれ狭い食堂を通過し家へ到着したと仮定します。種類によって違いますが、クジラは一般的に胃をいくつか持っています。とにかくまず胃に到着すると酸素の代わりに食べ物が腐敗するときに出るガスによって息ができなくなり死亡しますが、どうにかこうにか問題を解決して生き残ったとしても、次にジェームズの体を細かく砕こうと筋肉が働き胃が揺れ動きます。これを無事にクリアしたとしてもさらに大きな試練が訪れます。細かく分解された食べ物を溶かすための強い胃酸が噴き出してくるのです。胃酸に使って十数時間もやり過ごすというのは不可能だと思われます。十数時間胃酸に使っていたらそのまま溶けてしまうはずだからです。そうして消化されたジェームズは長い腸を経てクジラの血や肉となるための栄養分として吸収された後は肛門を通り一塊の糞になって深い海の底に沈んでいくことになるでしょう。一言で言うとジェームズがマッコウクジラから生還したというのは全くの嘘だったということです。実際に多くの科学者たちがクジラが人を飲み込んだ事例を一生懸命探しましたが、怪我をした事例があっただけで人を丸飲みしたようなケースはなかったと言います。2020年11月、アメリカのカリフォルニアにあるアビラビーチでもザトウクジラが女性2人が乗っていたカヤックをひっくり返し、女性たちがクジラの口の中に吸い込まれるという事故がありました。
しかしザトウクジラは飲み込む前に吐き出し、女性たちは怪我一つなく海岸に戻ってこれたといいます。このようにクジラは大抵普段食べている餌でなければ吐き出す習性があるので、もし海でクジラに食べられたらどうしようという心配はしなくてもいいかもしれませんね。今日は幼い頃に一度くらいは思い浮かべた空想、クジラが私を飲み込んだらどうなるかについて調べてみました。ココボラが準備した話はここまでです。楽しんでいただけたらチャンネル登録といいねをよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。